コリントスの戦いとは、紀元前146年に、共和制ローマとアカヤ人の都市国家同盟である、アカヤ同盟との戦いである。戦いに勝利したローマは裕福な都市として、有名であったコリントスを完全に破壊した。コリントスの最後の日紀元前140年代は、共和制ローマが近隣の国家に対して、軍事的に優位に立ち、攻勢に出た時期であった。 マケドニアの反乱後、ギリシャの諸都市に対し寛容政策を取るローマに対して、ギリシャはこれを弱腰と返し、増長的な態度を示し始めた。コリントスを訪れたローマの施設団に対しギリシャ側は、外交的に比例な対応を取り、民衆を先導したため、ローマはギリシャへの先端を開かせざるを得ない状況に追い込まれた。紀元前146年の春、ローマは、 ギリシアの都市国家への侵攻を開始し、その年の冬に対ローマで団結したアカイア同盟はローマに対して戦線を開いた。紀元前146年のローマの失政官、ルキウス・ムンミウスは2個軍団及びイタリア諸国やクレタ人とアッタロス長軍からなるアウクシリアを含む軍を率いてペロポネソス半島へと進軍した。一方の赤いア同盟はディアヨスを将軍として 不評1万4000、騎兵600からなる軍を率いて、コリントスに布陣した。同盟軍は、ローマ軍英知に対して、野衆を仕掛けて、ローマ側に、多くの損害を与えた。さらに、同盟軍は、翌日もローマ軍に攻撃を仕掛けたが、数に勝るローマ騎兵部隊は、同盟軍の攻撃を受け止めた。ムンミウスは、約1000のローマ不評からなる。 精鋭部隊に同盟軍の即敗をつかせたことで、同盟軍はしばらくの交戦の後に改装した。ディアヨスはアルカディア方面へと逃走し、指揮系統の崩壊した。同盟軍は守備システムが機能することなく改装へ転じた。同盟軍との決戦に勝利したローマ軍はコリントスを攻撃して、コリントス市内の在家と芸術品を略奪した上で、コリントスを完全破壊した。 全住民は奴隷として売り払われた。ギリシアの都市国家は、ローマの属州化は回避できたが、以後ローマの派遣の下で存続、赤ヤ属州に組み込まれることとなった。コリントスの征服者となったムンミウスは、この勝利により、赤ヤを制したものという意味で、赤イクスの称号を得た。なお、同じ紀元前146年は、 第三次ポエーニ戦争が終結し、フェニキア人の都市国家、カルタゴが完全に破壊され、アフリカ属州が設置された都市でもあった。また、前々年の反乱に失敗したマケドニアは、ローマに吸収され、紀元前146年に新たに、マケドニア属州が設置された。完全破壊されたコリントスでは、数年のうちに、市内に小さいながらも住民が戻り、 居住した様子が考古学的に判明している。ガイウスユリウスカイサルは、紀元前45年頃に、コロニアラウスユリアコリンティエンシスとして、コリントスを復興させた。この戦いはこれ以降、ローマをして同盟国への関与政策を見直す、契機となった。ポルビオス、歴史38.12から14。ありがとうございます。